よろしいですか。すいません、失礼します。あ、武藤社長は何ですか。お会計ですか。今日俺の会計です。何ですか。今日俺の会計です。あ、これで断られてましたよね。はい、いいか。いや、今日断られたんですけど、西洋見せるためです。俺に来たって無理ですよ。でも船木さん、武藤さんと仲いいじゃないですか。仲って、俺関係ないんで、もし社長とかじゃないんで、もし僕を所属にしていただくことを武藤さんに、船木さんから言っていただくことはできないですか。多分怒ってると思います。怒ってます。はい、それはどうですか。みんなレストランに来た時に、はい、一人だけ残ったじゃないですか。はい、それが怒ってるんですよ。本当ですか。はい、前から添えはうちだ、添えはうちだよって武藤さんずっと言ってたんですね。酔っ払った時に。なのに残ったから怒ってるんですよ。そうですか。どうしたらそのお怒りは収まりますか。それは武藤さんじゃなきゃ分かんないですね。そんなことちょっと船木さんの、俺船木さんの言葉でちょっとお願いできないでしょうか。俺言ってもダメですよ。人が言うと、はい、ますます硬くなりますから。武藤さん、じゃあ僕から直接、はい、言わないと無理だと思うんですけどね。なるほど。それは俺の考えなんて分かんないですけど、多分人から嫌だって言ったわけじゃないですか。ダメだ、はい、ダメだって言ったのに、人を使ってやること自体がもっとダメだったんです。あ、直接言ったわけ。直接通してやる。俺をだから人使わない方がいいと思います。はい、俺はそう思うんですけどね。分かりました。ところで武藤さんはどちらに。知らないですよ、そんな俺スケジュールとか関係ないんで。でもただですね、どうしてもですね、今ちょっと船木さんしかいないので、武藤さんに、むしろ僕は船木さんにじゃあお願いしたいと思います。なんで俺にお願いしたいけど。ぜひちょっと僕はレスラーの、俺社長じゃないですから。社長じゃないんですけども。社長じゃなかったら入れられないですよ。ちょっとそこお願いします。僕は所属にさせてください。よろしくお願いします。給料とかも払えないし、所属に本当にお願いします。そこはなんかお願いします。こんなずるいですよね、こんな社会現場。いやすいません、ずるいかもしれないですけど、ちょっと誠意を、ちょっと誠意を見せよう。誠意ですか。ダメですよ。皆さん、ちょっと皆さん、ちょっと待ってください。僕をレストラン所属にぜひよろしくお願いします。いや、ちょっと待ってください。あっ